はようございます。おはようございます。今回高松盆栽の里フェスタ2023の開催にあたりました、盆栽 Q さんで木梨国分寺の盆栽を紹介しながら高松盆栽を、PR していくという動画なんですけども、今回は木梨町の小西松楽園の小西さんにのお宅にお邪魔してます。園に、はい、あ、おはようございます。よろしくお願いします。はい、小西松楽園の小西康夫と申します。よろしくお願いします。今回こう PR するみたいなとこどんなとこになりますかね。やっぱうちは生産が中心で、五葉松を中心とした生産をしてますので、五葉松とあと、いろいろな小さい盆栽とかを紹介したいですね。それは結構その小西さん家に訪れて、一般の愛好家さんが買ったりできるんですか。あ、できますよ。じゃあそれ、ね、早速じゃあ見せてください。はい、どうぞ見ていてください。案内してください。これ五葉松取ってつけたようなはずっとあるんですけども、銀圧の五葉ですね。ね、継ぎ木の御用松ですけど、はい、これこういうふうに札ついとんですけど、結構海外の人がうち来られるので、してますので海外の人が買ってます。こんだけいっぱい札ついてますけど、まだ向こうをね見たらかなりたくさんあるんで。そうですね、はい、大きいのやら小さいのがね、いろいろとあります。これ全部御用松ですよね。ここ見えてるの、すごい数です。すごい量ですねこれ。小さいものも、小さいものもね、こういう感じで生産してますけどね、こっちの形、これを田んぼに植え付けして10年から15年するとこういうなものになる。結構時間はかかるんですね。けども木梨でも田んぼに御用松植えてる方はもう本当にごくわずかな人で、このサイズいっぱい持っていたら小西さん家が、小西さん家ぐらいじゃないですか今のとこは ね、御用松欲しいと小西さん家じゃもういっぱいあるんでね。そうそう、好きな形が選べると思います。こっちにもずらーっとね、で全部こういったタグがねついてますのでね、輸出できるタグですね。なるほど。こういったのをホームセンターに出したりとかしてますけどね。ホームセンターで売ってるんですか。でここにあるのがその松竜という黒松、名前の黒松なんですけど、これはまだ去年から発売しょんですけど、まだ個人の方には数名しか売ってないですね。あ、そうなんですね。だから新品種というか。新品種ですね。で龍一君にもその何本かお分けしてると思うんですけど、なんかこうファンの方がもう全てがお買い上げになったそうで、はい、瞬時になくなりました。好評ですね。はい、でその松竜、はい、特徴を教えてもらえます。やっぱりこう針金かけなくても全部目が上向いてるので、目起こしというかねしなくても大丈夫。それでいて皮の、乗るのが早い、はい、これで10年、12何年かです。十数年でこのぐらい皮が来ると、そうです。いわゆるその随胞ってあるじゃないですか、はい、あれとの違いはどんなところが。随胞ともよく似てますけど、要はこれは目が全部タッチ症なんでね、そこが違いますね。皮の糊とかは一緒ですけどね。なるほど、じゃあまたちょっと似てるけどちょっとまた違う品種、枝分かれみたいな感じなんですね。はい、で要はこれ言うていいか悪いかですけど、はいはい、鈴木彩一さんね、はいはい、あの方が、随章がこれをどっち出そうか世の中に出そうかいうことで、でそちらを出されて、これは世の中に出てなかったんですけど、何十年かしてやっと世の中に出たいう感じですね。で、ある人が持っとったんですよ、ずっと育てて、はい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 、で、それをうちが買って世の中に出したんですけどね。面白いですね。それでもこんだけしかまだできてないので、なるほど、限られた人だけしかお分けできない。増やし方はどうやって増やしてるんですか。これは全部継ぎ木です。継ぎ木、黒松に黒松を継いでます。で、皮が来るっていうことは、はい、結構、下の方に刺して、はい、元継ぎで、あ、はい、だからなかなか年数がかかるんですよね。ここにあるだけなんですか。ここにあるだけと、もうちょっと小さいのがね別の場所にありますけど。なるほど、これはここに来ないと買えない。そうですね。ちなみに高松のイベントにはこちら持ってったりとかは、はい、1本
どれか持っていきたいと思いますね。本当ですか、はい、1本もうちょっと持ってて、もうちょっと、ちょっと、いやこれ 10年間でこれだけそうやね、まあ、結局ね、まあ、小さいのは小さいのもね、ありますけど後でご紹介しますけどもね、5本ぐらい持ってきました。いや、それはちょっと厳しいね、うん、貴重ですよ、ね、早物勝ちです。そうですね、バスコで見つけるのめっちゃむずいですよ ね、はい、たくさんありますからね、あれ何万本と早くすぐ皮が乗るのがね、うん、だから随法よくいいって言われてますけど、はい、なかなか並ぶぐらい、コーツつけがたいぐらいいい品種だと僕は思いますね。ね、これが 10年中ちょっとでね、できるような考えられる、ね、うん、ね、うん、あんな下にもまだ置いてるけど、こういう感じでね、すごいですね、商品ってね、はい、なかなか探すの難しいから、高松だって。そうですね、これわざとこれあれですか、あれがね、入れてる、こうこのまま畑に入れる感じのやつですか。そうですね、これやることによって幹が太るのは早いんですよね、うん、でそのうち食い込みに全部食い込んでいくんで、もう針金が見えなくなるんですけどね、通称ネジ管です。そうですね、これはね、でこれをまあ 4,5 年管理して鉢に入れて、販売してます。その場所に移動しましょうか。はい、はい、今すごい量だな、うん、これが海外に出るんですよね、まあ、さっきの苗ね、苗を植え替えしてね、鉢に、これが各国から必要なんで、初心者さんにはバッチリですね、針金もかけやすい、そうそう、これだったらね、針金、ね、かけていただいたらね、すぐ形になるんで、その素材として、まあ、これも販売してます。こっち心拍もいっぱいありますけど、これも小人産地で育てている。そうです、心拍もめちゃくちゃあるんですよ。結構ありますね、これまだそっちに、まあ、元からそのあらあらあら、本当生産者ですね。これまだ出してまだ1年ぐらいですよね、うん、こんな可愛らしいね、これ自由自在に自分の好きなように曲げてもらうこともできます。心拍の品種はこれは糸魚ですね。心拍も畑でやるから太いってことですか。いや、心拍はね、畑では、あ、畑ではやらないんですか。畑はその挿し木の方を取るために植えてます。まあ多分地植えしたらものすごく太るのが早いんですけどね、あれもこれもはできないんで。なるほど。でこれがその昇竜の赤ちゃんですね。赤ちゃん、ここから、ここからこれがね、今年これですね。そうです、一つ昇竜は登るっていう竜のね、難しい方の、ね、で、1年経ったんがあれ、はい、そこから1年経ったんがあっちであれ、うん、で、2年経ったんがこちら、あら、まあ、これは曲付けしたら、はい、1年後それ、これです、上をだから切ったってことですね。そうですね、これはでも、ここに切った跡がね、あ、ここですね、うん、昇竜だけになった昇竜ですよね。なるほど、なんか流行りそうですよね、名前的にも。うんうん、いい名前ですよね、中国の人がね、喜びそうな名前なんですけど名付けは誰なんですか。あ、うちの会長です。あ、会長、ね、会長が名付けました。会長ってお父様ですか、はい、すごい。ちなみにこっちもそうなんですか。あ、これは違います。これは違う、これはお隣さんで、ね、お隣さん、はい、みんな完全やってる。そうそうそう、ちょっといいですか、模様だらけですね、すっげえ大変ですね、本当に模様強いですね。これからね、赤羽あどけない感じ、ね、これ畑じゃないですか、この太さ。ずっと鉢で管理、鉢でこんなに太るんですね。そうなんですよ、なんか心拍作れる人楽しそうですね。あ、そう呼ばれてる、こういうね、こういう素材、こういう素材もあるんですね、うん、面白いですよ、うん、パニスタンチはよく海外のバイヤーさん来られるんでね、油断するとこっそりなくなるんで、はい、割と早物勝ちなところあるんで、そのフェスに持っていくのはどんな商品が、はい、ご用ですよね、やっぱり大体ご用中心ですね。
それとまあ昇竜も持ってきますので皆さんお楽しみにしとってください。ありがとうございます。ブルーベリーが美味しい。ブルーベリーブルーベリー減らしてもう見なくないですか。もう終わり。あ、湯も待ってた。そう、いやいやいや、そうそうそう、怖すぎて。もうなってないんですね。もうなってないな。残念。ここは何ですか。あ、これはブルーベリーです。趣味でやってます。ブルーベリー、はい、ブルーベリー畑。そうです。継ぎ木ハイブッシュやらラピッドアイのブルーベリーの苗木ですね。結構いろんな品種ありますよね、うん、もうこの間僕の娘と奥さん連れてね、ここをお邪魔した時ブルーベリー食べさせてもらってね、感動するぐらい美味しかったです、本当に。中にはチャンドラーって500円玉の品種だったり、でっかいやつとかね。あ、そんな大きいやつあるんですか。その説ありがとうございます。ごちそうさまでした。ブルーベリー時期いつなんですか。だいたい6月から9月ですね。あ、美味しい。じゃあまあギリギリアウト。ギリギリアウト。来年早く来ていただく。はい、草との戦いですよね、これは。これが今年種まいた。種。種、あの黒松の種をまいて春に、はいはい、でまあ半年経ったんですけど、それがこういう感じでね。だって除草剤できないですもんね。そうそう、枯れちゃうから、うん、抜くしかないでしょ。除草剤が飛んで風で飛んであそこら辺ちょっと枯れとんですけどね。ああ、そう、うん、やっぱり難しいですよね。そっちの植えてるとこしっかり抜いてますね。まだ全部は抜き切れてない。いや、これはそうです。これ結構大変で、これよこんなに綺麗にされてる。あ、でもそこまでやったってことですね。そうそう、うん、もともとはああいう風になってたの、うん、大変だ。姿勢悪いですよこれ。座って ね、 ね。大変ですね、まあ、こういう感じのが今木梨で田んぼに植え付けしてる人はもう少ない。でこれはこれから曲げていくんですよ、こういう感じにね。あ、先に植えるんですか。先に植える、あの継いだ分をね、苗を。でそこからこう、まあ、根が張ってしっかりしたところにワイヤーをかけていく。これするも結構日にちかかりますよ、一人でしたね。大変ですよね。ちょっとなんか可愛い。可愛い。ひょろっとなんかね、ムーミン谷にとかあります。でもちょっと大きな方が小さい。いやまあね、うん、あとまあロマツも地味で。でも心拍これはあのこう取るためにね植えたんですけど、結構やけどもう 2,3 年でこんな太なってね、結構太ってますけど ね、 太いですね。さっきのあったじゃないですか、素焼きの、はいはい、あれを下ろしたんですけどね、うん、畑の方が色がいいですね、やっぱりね。ここのやつよりめちゃくちゃいいですよね。だからね、場所があったらこういうのもずらっと植えたら、そら太いのがすぐに、ね、単純な僕の疑問というかあれですけど、心拍の方が太らせた時高くなるんじゃないかなって思うんですけど、違うんですか。多分今はそっちの方が太らしたらお値段高いと思いますよ。そうですよね、黒松とかご用に比べたらね、うん、でもやっぱり高松の高松やからね、フライトというか、なんかやっぱりご用黒松がないとね、生産地ですもんね。なるほど、ええ、生産地ですもんね、うん、まあ、人気で言えばこっちを今した方が確実にねいいかもしれないですね。ここはちょっと商売のになってますこれが昇竜なんで。あ、昇竜もやってるんですよ。昇竜も自由へ飛んで、ね、結構年数これからかかるんですよね。将来楽しみですね。そうですね、これは楽しみですよ。これ何年ぐらいですか。これ4、5年の植え付けとるから、さっきの見たら分かると思うけど、次期4、5年の植えとるから、まああと10年かぐらいしたら、なんかもうすでにちょっと皮の乗ってるかな、うん、パリパリ。ツルツルじゃないですよね。そうやね。ちょっと割れがあるね。うん、こう見てたら。やっぱなんか皮が乗るのが早そうな雰囲気がありますね。うん、ちょうどいいところの会長が。うちの今 T シャツ作ってピンク着てます。私も今ピンク着てますけど。あら、これ実はそうなんですか。ちょっと脱いでみましょうか。ちょっと脱いでみます。ちょっとあの皆さんになんか恥ずかしいんですけど。これは去年ね、モンサイキューさんが作った。T シャツですけど。そうですよね。それあの会場で見させてもらいました。ね、今年は小西さんちも買わせてもらいます。おうちは小西小楽園って書いてある。これちょっと後ろ見せますね。こういう感じで。これドイツ語読める人だと分かると思うんですけど。もう広見張りに出さと。なんでピンクにしたんですか。あの従業員さんの希望です。従業員さんがピンクにしたい、ね、女性の人なんでね。はい、ミスさんちは女性が強い感じします。そうそう。嫁さんというね。
きいから、はい、ちょっと身ついてる、身ついとる、あ、身残ってるな、これでも食べれない、いや食べてみて美味しいかどうか、だいぶどうですか、うん、美味しい、ちょっと時間かかったけど、あの酸味が抜けてる感じ、あ、甘みだけ残ってる、これはパウダーブルーいう品種ね、パウダーブルー、うん、あのそっちいっぱいあるじゃないですか、よくケーキ屋におろすつけるけ、確かケーキの上に乗ってる、うん、ちょうどいい中粒の大きさで、はいはい、うん、大きさがこう均等な、美味しい、酸味がないやっぱ時期によってちょっと味が変わるんですか、もうやっぱり旬を過ぎとん、うん、もう旬が過ぎとんで、やっぱり食べた時の方がやっぱ美味しかった、あるんですね、そうですね、甘すぎちゃうんだ、まあ、こんな感じで、こっちもはい、ずっとありますけど、これですね、またこれからできるかどうかですね、また他にも畑あってですか、ここだけじゃなく、ここだけじゃないですよ、でこっちも花がいっぱいありますから ねやっぱ広いですね、皆さんね、こっちの人は、そうなんですよ、こっちまだね、こっちもまだ頼んでこれプラスこれあれ、そうそう、うん、古い木もあるし、そのこういうご用のもまだこっちにもね、いろいろ時間がないぐらい、時間がないぐらい、すごいお忙しいとこすいません、いえいえいえ、こっちにその昇竜のね、小さい、小さいのか、この辺が昇竜の商品、結構これでもね、皮感じね、乗ってやっぱ早い、ね、うん、早いですよね、まあ、商品作るな、うん、人ならこういうのずっと持ち込んだらいいかもしれないですね、うん、こう見てもらうと分かるんですけど、すっごい、うん、ね、どのぐらいなんですか、これこれまだ何年かじゃないですかね、10年は行ってない、行ってないじゃないですかね、うん、でこのね、皮の乗り方、うんうんうん、田んぼで作るようなね、うんうん、これも、こんな感じ、うん、いい皮、あ、か、うん、でもこれお店でこう並んでたら難しいですよね、勝利書いてなかったら、あ、そうですね、ただ、うんうん、古い木になっちゃう、そう気づけない、うん、だから去年から発売されてたってことなんで、まだまだ古い木って世の中ないはずなんですけど、うんうん、これが本当古くなった時とかどこまで伸びるのかなっていうね、この良さが ね、うん、ね、いい感じですよ、じゃあ今日はいろいろと長々といろんなご説明ありがとうございました、こちらこそ、なりました、高松盆栽の里フェス2023、10月28日土曜日と29日日曜日ありますん でその時は小西さんちのかわいい御用、手頃な御用と昇竜もできる限りね、はい、もう宣伝しちゃいましたから、そうです、ね、しっかり持っていって、ね、でオークションにもね、ああ出したんですか、御用松ですよね、御用松、御用松の方で、御用松 ね、 松ね、あのオークションとかめっちゃお買い得ですから ね去年ももうちょっと安すぎて、ね、いいのかなって感じしましたけど、もう大人気でしたよ ね、うん、まあ、そんな感じでありますんで、はい、またフェスタと小西昇楽園さんもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、あれ心拍ですか、これ心拍です、これ心拍です、こう庭木っぽい感じの盆栽しようもたら上の方ストーンとこっきりそうですね、面白いですね、でこれから黒松もこういうものもポットに投げて、これいやなんかねよくわからん、大阪の人から聞いたんやけどちょっと歯が太いんですよ、まあ損傷っぽいね、とりあえずちょっと歯が太ってなんかでこういったのもそのヨーロッパの人ですね、これ増やしたらいいんじゃないですか、この品種、うん、うん、だから増やすことができる、なんか名前決めてもいいんじゃないですか、ね、名前作って、うん、今度名前つけるね、竜、これも竜の爪みたいなからまた なんとか竜、うん、竜つけたらまたあの、うん、ツイッターね差し上げます、竜一にします、竜一な、竜竜二とか竜二にする、竜一竜二面白い、うん、また考えとってください名前親戚のね、オロさんちのもね、極竜僕のそうそう、ね、名前命名者やけどね、意外と売れてますよね、そう、あれも人気でね、アジアの北谷さんがつけると売れるっていう、あ、それそれ行きましょう、ジンクス、それ行きましょう、それね、やりましょう、うん、ぜひこのリュウジもリュウジリュウジもきっと人気になるんじゃないですか、ね、
弟のような感じ。弟のような感じ。まあ、作